ソウルズイグ作版ウラカン高校園で行方不明になり5日後に死亡した状態で発見された医科大学学生、古孫ンミ民ンウジの父親孫ン,ンウジが子供を失った父親は、もはや失うものはない。その対価を必ず払わせると息子の死因を明らかにすると強調した。3日、YouTube チャンネルニュース1テレビチャンネルに孫ン,ン氏のインタビュー映像が上がってきた。孫ン,ンさんは事件当時、 息子と一緒にいた友人 A 氏と A 氏の両親が25日午前3時30分に通話したことを隠したと明らかにした。孫平宇氏は、午前2時から4時30分の間に何をしたかと尋ねた3人がみんな、通話したことを言わなかった都市特定の時間を指定したのに言わなかったのは隠したということだと主張した。孫平宇氏はまた、A 氏が自分の服や靴が汚れたことを強調したと述べた。 彼は午前2時まで寝ていたのに、ある瞬間突然ジョンミンが起き上がって走り、倒れた、うめき声を出しながら倒れたと言っていた。だから私はその子を起き上がらせるのに大変だったと、ズボンや衣服、靴が汚れたと話した。不思議なことに、息子の行方を追跡するのに本人のズボンと服が汚れたと強調した。それがおかしいと思ったと話した。 A 氏は警察の調査に弁護士を同行した。孫平氏は、積極的に調査を受けなければならない人が弁護士を連れてきたというのは、自己防衛をしなければならないということだ。その時間に何が起きて、私の息子が観光に行ったのかさえわかれば全ての恨みが晴れると話した。また、孫平氏は昨日、息子が入り観した。入り観した後は涙さえ出ない。 子供を失った父親は、もはや失うものはない。その対価を必ず払わせる。私の息子に誓った。失うものがない人と守ろうとする人は、勝負にならないと強調した。